大阪です。お忘れ物のないようにご注意ください。乗り降りの際に足元にご注意ください。八幡乗り場到着の電車は15分発新快速京都方面補正線経由の鶴ヶ行きです。ご乗車ありがとうございます。この電車は12時15分発の新快速京都方面湖西線経由の鶴ヶ行きです。大阪を出ますと新大阪、中月、京都の順に止まります。まもなく発車いたします。発車後しばらくの間電車が左右に揺れますのでご注意ください。次は新大阪に止まります。新快速京都Thank you.
忘れ物のないようにご注意ください。乗り降りの際、足元にご注意ください。どうにご注意ください。
中吹き、中吹きです。お出口は右側、一番乗り場に向きます。到着と発車の際には、電車が左右に揺れますので、ご注意ください。島本山崎方面、普通電車ご利用のお客様は、着きました同じホーム、1、2番乗り場でお待ちください。高槻を出ますと、京都に止まります。ドアからは手を離してお待ちください。高槻です。
お出口は右側、2番乗り場に行きます。到着と発車の際には電車が左右に揺れますので、お越しのお客様はご注意ください。乗り換えをご案内いたします。JR 丸ノ内線、小路キーズ奈良方面は、8番から10番乗り場へお越しください。レドル山陰線、西岡目の方方面は、31番から33番乗り場。新幹線ご利用のお客様は、新幹線乗り換え口へお越しください。近鉄線、地下鉄線は、改札口を出られまして、お乗り換えです。なお、総裁線の普通電車ご利用のお客様は、この電車で大月までお越しください。大月で普通電車の外部区域に連絡しています。ご乗車ありがとうございました。まもなく、京都です。2番乗り場に着きます。お出口は右側です。車内にお忘れ物なさいませんようご注意ください。まもなく京都です。前より方4両が鶴ヶ行き、後ろ折り8両は途中を見ます駅で切り離しをいたします。ご注意ください。まもなく発車いたします。2番乗り場から新快速湖西線鶴ヶ行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。新快速湖西線鶴ヶ行き発車です。ドアにご注意ください。
8号車と9号車の間、車内からの通り抜けができませんので、あらかじめご了承ください。車掌は、途中大見えのままでお待たせいたします。次は山科、山科、宮本線、京阪線、千葉線は向かいます。山科の次は東京に止まります。
きました同じホーム向かい側停車中の電車をご利用ください。目標出ますと比叡山さまことに止まります。ドアからは手を離してお待ちください。目標です。
ください。バッグ、不正定部、バッグ、不正定部、バッグ、不正定部、バッグ。
発車します。ドアにご注意ください。
次に参ります。ドアにご注意ください。
ください。新朝日です。
発車します。ドアにご注意ください。終点の鶴ヶ浜までご利用のお客様。